ワンワン、お疲れ様です。最近思うことがあるんですよ。音楽が聞きたい。サブウーファーの前で布団を敷いて寝たい。音楽をプロサウンドのスピーカーで100デシベルぐらいの音量で聞きたい。ソニーのモニターヘッドホンで音楽を聞くだけじゃ足りない。オキュラスクエストのスピーカーで音楽を聞くだけじゃ足りない。MacBook Pro の音量を最大にして音楽を聞くだけじゃ全然物足りない。爆音で音楽が聴けるクラブに行きたい。ドレイクの音楽が奏でるベースで気持ちよくなりたい。ザ・キッド・ラロイのステイを聴いてめちゃめちゃ踊りたい。パーティー向けの音楽を聴いた後にオアシスのワンダーウォールを聴いて感動して泣きたい。 You're my wonderbird。 僕はグローバルヒットソングを聴くのが本当に大好きです。本来 DJ であるならアンダーグラウンドな音楽について勉強して知識を増やす必要は十分にあります。でもお客さんからヒットソングを流してほしいとリクエストされて音楽を買って聴いてみるとなんか自然とヒットソングが大好きになっちゃうんです。ヒットソングを理解するということは音楽を聴きに来てくれるお客さんの人生を理解することと同じです。自分が勉強したことは必ずお客さんの評価となってすぐに現れます。だからもっと僕は音楽が聞きたい。 You're my wonderbird。 今日はそんな感じです。以上です。